はい、3話目ですね。まさかのノー編集であれできます。3話目ですよ、3話目、グッジョブ。なんかね、すみません、確認ミスで、あのメモリーカードいっぱいですって出ちゃいました。3話目、はい、2話目はもうあれで終わり。そうで、今回はあの、まあ、2話目はね、もう素直にやれって話なんですけど、まあ、素直にやってください。あと鷲津さんのね、あの対談動画見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、3話目はだから これなんですよ。なんだろうな、完璧を求めないっていう、まあ2話目の続編っぽくなりますけど、鷲津さんもね、そのなんだろうな、まあでも最初は完璧求めてたから、鷲津さんもちょっと、でもみんなね、やっぱね、完璧求めちゃうんで、あの完璧を求めることは悪いことじゃないんですけど、やっぱ情報発信していく上で完璧求めちゃうとできなくなっちゃうんですよ。だからある一定でその留めないともう発信できなくなっちゃうんで、本当完璧求めない方がいいですよ。そっちの方がやっぱ継続的に永続的にこう発信できるんで、で特に僕がおすすめしてるのは、一番初動はね、一番初動は無料集客なんですよ。無料集客ね、いきなり初心者で経験がない人がいきなり広告回す、 LP も作ったことはありません、セールスレターも作ったことはありません、ステップメールも作ったことはありません、有料の商品すら作ったことはありません、有料の商品一度もセールスしたことがありません、その人がいきなり広告回せるかっていうと、まあ回せますよ、お金払えばね。まあ結構でも赤字垂れ流しですよ多分。だから僕は最初、まあ、経験とかスキルつけるためにコンテンツをしっかり作って無料集客っていうところをお勧めしてるんですけど、ただそれをできないんですよ、みんな完璧求めちゃって。だからあのどっかでその加減しないと続かないんで、で僕がこうやって続けられる理由は、まあ、完璧も 僕だって僕も完璧求めてないでしょ。だって普通あれで終わります、2話目あれで終わんないでしょ。2話目普通だったらやべえなみたいな感じで編集するなりつなぐなり、まあ、つなげてもいいんですけど、今回はこのネタに、それをネタにして3話目にしてるんでつなげないですけど。まあ2話目はね、もう YouTube 素直にやれっていう終わりでしたからね。そう、あとは、まあ、鷲津さん知らない方はね、鷲津さんのやつ見ていただいて、そう、まあ完璧を求めないっていうね、大事です。これ求めちゃうと本当できないから、でも初心者あるあるなんで。だって最初からできる人なんかいないですよ、だからなんだろうな、最初はできない前提でいいと思いますけどね。最初は、最初はみんな下手だし、最初はできないし下手だしっていう話ですよ、だからまあ経験もないスキルもない下手が頑張ってもクオリティって限界あるじゃないですか。そもそもその状態で頑張っても 100% 出したとしても限界があるんですよ。だからまあちょっとすみません、鷲津さんの話になっちゃいますけど、一番最初鷲津さんが心塾入った時にその、まあ、YouTube 始めましょうみたいな話、まあ、こうやり取りしてたんですけど、その3時間か4時間かけて作った動画があるんですよ。で吉田さんできましたっつってね。でそれで僕は言ったわけですよ。なんて言ったかっていうと、まあ、その上がってきた動画が、まあ、鷲津さん的には頑張ってるんですよ。 100% で頑張って完璧でなんかいろいろ編集したりとかね、なんかいろいろやってるんですけども、まあひどいんですよ。でも頑張ってるんですよ。 100% で頑張って完璧を求めて出してきてるんですよ。定数これどうですかみたいな。でもひどいんですよ。で僕は言いました。いや鷲津さん、これ編集に何時間かかったんですかと。いや4時間5時間ですと。続けられますっていう、あのもうやめ、編集やめてくださいって言いましたからね。いや編集してもこの程度だったら編集しない方がいいっていう。いや気持ちは分かると、気持ちは分かると、だけどこのクオリティで4時間だったらこれ続かんよと、これ続けられますっていう、しかもサラリーマンでしょと、働きながらこれ4時間でこれで頑張れますっつったら、確かそんな話したんですけど、だからもう最初はだから YouTube だったら練習チャンネルでもいいんですよ。別にチャンネルも別にね1個しか作れないってわけじゃないし、練習なくしてどうやって上手くなるんですか。どうすか、練習なくしてどうやって上手くなるんですか。僕もね、こうバーって喋れるようになったのも、まあ、3万本やれとは言わないですけども、余裕はないですけど、僕の塾生さんでね、母校でやってる人誰一人いないのでね、あの母校でやれっていうのは余裕はないですけども、
ただこれだけ言っときます、練習なくしてうまくならないよっていう当たり前のことなんですけど、当たり前のことみんなできないんで、当たり前のことできれば稼げるんですよ。だってやればうまくなるじゃないですか。で実際ね、去年か73、僕の塾生さん結構ね年齢は下から上からいるんですけど、去年か73歳の方入っていただいて、73ですよ、そっからの挑戦ですよ。僕はねクロージングするときにね、年齢は関係ないですよって言いながらもね、心の中ではねやっぱ73スタートはちょっとしんどいなと思いながらも、なんとその方頑張ってね1年ぐらいで100万売り上げ作れるようになったんですよ。自分で商品作って売ってね、で対談もしてます。あ、その対談ちょっと入れておきましょうか。73歳100万突破、73スタートから100万突破でございます。まあそれ音声聞いていただければ分かると思うんですけど、まあ正直あの喋りはもどかしいです。うまいかっていうと、まあ、僕もうまいかって言われるとうまくはないですけど、ペラペラ喋るようになりました。でその方はまだそのね73歳の方はそこまでなんですよ。このバン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 出てこないですよ。だけどそれでも集客してね、セールスして売ってるんですよ、売ったんですよ。でも言ってくれたのがやっぱ吉永さん練習すればもうあの上手くなりますねと、その一番最初に比べると、例えばその動画を撮る時のそのなんだ精神的な負荷だったりとか、そのなんか動画に対しての重みだったりとか、そういうのは一切なくなって、もうフラットですぐ動画を撮れるようになりましたみたいなこと言ってましたね。やっぱ練習すればやっぱそうなりますよねっていう風な、だから練習した人しか分かんないでしょ、みんなやらんからね。そうで、もしですよ、練習せずに何もしなくてもお金が増えるっていうものを求めてるんだったら、すいません僕じゃないです。練習せずに試合に勝ちたいんだったらこれ僕じゃないので他行ってください、ね、別に探せばあるでしょ、いっぱい自動ツールだなんちゃらとかね、いっぱいあるじゃないですか。そっちに行ってください、僕じゃないんで。僕ちゃんと練習しましょうって話なんで、すいません。まああとちょっとこれはでも、ただこれは気をつけてほしいんですけど、今メタ社の広告で著名人を使ってなんか1000円が80万になりました、1000円が何百万になりましたみたいな著名人使ったそういうなんだ詐欺広告も出てるので、それはお気をつけくださいお気をつけください。もうねすごいですよあれ。なんかこの前ヤフーニュースかなんかで載ってたんですけど、6000万ぐらい送金した人いるらしいですよ。60何歩で6000万送金したってことは結構もう全部持ってかれたんじゃないかなみたいないやーきついっすよね。いや6000万あったら僕の塾入ってほしかったなと思うんですけどねでもそのね、お金かあの入れれば増えるよみたいな話ですよね。何もしなくても、あとなんか結構ねチャット GPT で AI で勝手に増えるよみたいな結構広告多いんですけど、そう、だそういうのが好きだったら僕じゃないので、ちゃんとあのスキルをつけていきましょうって話です。スキルをね、まあこれ本当に、ね、厳しい言葉ですけど、めちゃめちゃ厳しい言葉を言うとですよ、厳しい言葉を言うと、あなたが稼げない理由があるとするならば、それは稼げるスキルがない、それだけです。厳しい言葉すいません、非常に厳しい言葉ですけど、稼げるスキルがあれば稼げるんですよ。ただその稼げるスキルも何で稼ぐかっていうのが重要で、た例えばね、例えばそのもうちょっとしたら6月7月夏になるじゃないですか。で夏になって出店とかありますよね、お祭りとか。そのね昔ヒカルくんがね、そのなんかあのバズったやつ、なんかあのテキヤでそのバズったやつあるじゃないですか、テキヤの嘘だみたいな。じゃあ仮にじゃあテキヤで稼げるとしたとしてもですよ、テキヤで稼げるとしても時間的自由は無理なんですよ。だってお店をそこに出さないといけないわけですからね。一人でテキヤをやれます、そこでまあお祭りで稼げますってなったとしても、これ自由は無理ですよね。だってそこに店舗を出さないといけないんだから。インターネットは別にそういうのないですから、あなたの家がもう店舗です。あなたの家がお店になるわけですよ、ね、今だったら僕がここがもう仕事場ですよね。ここが仕事場です今のね、僕のどこでもいいんです。どこでも行けます。あなたの家が仕事場になるし、こういうとこも僕みたいな感じでやるんだったらこれが仕事場になるし、どうぞ、これが仕事場ですよ僕の。これが今の時代、今の新しい働き方なんです。これが今の新しい働き方なんですよ。だから昔の働き方をやっていたらもうずっと自由はなんないですよ、自由は。そうで、まあ今後まあ
まあそのね、未来は予測 100% で予測することはできないですけども、今後ですよ、本当に、まあ、この新しい常識ですよね、要は新しい常識が入った子どもたちが増えていくので、みんな一人一人がやってって、要は会社が今も人手不足なんですけど、もう若い子たちが気づき始めてね、若い子たちが一人で稼ぎ始めるわけですよ。もう始めてる人もいますけど、昔ね、キメラゴンさんだったな、キメラゴン君、中卒、中学校で月収700万ですよ。なんかアメバ TV にも出てたかな、キメラゴン君、中学生で700万みたいな、まあ、ユタプン君もちょっと炎上しましたけど、小学生であの革命家みたいなね、どん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 情報がもう供給されて、気づく子たちが出てきてるわけですよ。で、自分でやっていくっていうのが増えてきてるわけですよ。で、そうなると会社雇用できないんですよね。ってなると会社がもう終わってくるんですよ、そもそも。だって会社に残ってるのはもうなんか50とか60しかいないみたいな、若い子全然入ってこないみたいな。ってなったら会社潰れません？だから今後10年後20年後30年後見た時に、会社っていう組織がこう崩れて崩壊していくんですよ。だから会社の組織構造自体を変えない限り、もう昔ながらの会社とかかなりきついですよ。だって人が取れないんだから、みんなが自分で稼ぎ出し始めてるんですよ。そりゃそうですよね。中学校から高校からスマホをいじって情報収集してるんですよ。そんな世代がスマホ世代ですよ。スマホ世代がね、情報を取ってね、こうやってね。で、僕のそう25歳ですよ。そう、大学生、大学は中退したか、そう、大学生の時に休学してネットビジネス始めて、で多分もう辞めたと思うんですよね。大学卒業したしてないよな多分。で、まあ彼25歳で年収1億ですよ。で、就職してないですか彼で、周りは就職活動してたんですけど、彼は就職してないんですよ。バイ、まあ、当時その稼げてない時はバイトしてたみたいですけどね。 Uber Eats だったりとか、なんかそういうの、あの、まあ、対談でも言ってましたけど、バイトしてた時期があるっていう。どうすか、これ会社員25歳で新卒で入って年収1億、普通の会社ないでしょだからその一部の若い子たちは気づき始めてやり始めてるんですよ。もうこれね、どんどんみんな気づきますよ。本当にもう情報がもうめっちゃ出てるからね。昔に比べると新しい生き方みたいな、稼ぎ方とかもういっぱい出てるし、今後その AI も出てきてるしね。ほんとね、そのプレジデント、そうだから、あの BM のディーラー行った時にプレジデントっていう雑誌があったんですよ。で、それで AI、 今後の AI みたいなその特集が組まれてて、その今後の歴史が書い、まあ、予想図が書いてあったんですけど、まあ、会社がどんどんなくなっていくみたいな、会社がどんどんなくなっていくみたいな。いや、そりゃそうっすよね。だって人がいなかったらね、ほとんど人で回してる会社が多いですから、そりゃ人は採用できなかったら潰れるよねって話で。だ、大変ですよ。今後10年20年30年後、会社で働く、もう会社で働くっていうところがもう非常識になる時代が来ると思います。あと、そのシンギュラリティ、2035年だったかな、シンギュラリティのその得意点、分岐点というかね、もうその AI がすげえ発達して、そのもうこうガラッと変わるっていう時期があるわけで、もう言われてますけどね。だからもう本当に二極化です、マジで。今からやんないとマジで二極化ですよ。いや、本当に予想、まあ予測して当たらないかもしれないけど、予測した方がいいですこれね、僕孫さんのね好きな言葉があって、孫正義さんですね、ソフトバンクので、ソフトバンクって今もう AI めっちゃ使ってるんですよ。で、 AI のグランプリみたいなね、社員で AI を使ってそのアイディアを出す、で優勝賞金1000万だったかな、で参加賞みたいなのペイペイで出すよみたいなのやってて、もう何万、かなりもう孫さんがもう AI だ、日本一 AI を使う会社にするんだみたいな、すごいやってるんですよ。すごいですよ、あそこで。孫さんがこんなこと言ってて、あの、なんだ、未来のことはわからないってみんな言うけれども、果たして本当にそうかと。まあ、確かにね、確かに未来のことはわからない、
ある一定の事実が含まれてるでしょうと。ただ未来がわからないって言ってる人たちは未来のことを本気で考えてないんじゃないか。でもし未来のことを本気で考えてないんだったらそれはどうなのっていう、この問いがね非常に僕は好きなんですよ。未来のことは分かんないですよ。だけど僕自身もなんで今の生活ができるのかっていうと、バカでしたけどバカなりに未来を考えたんですよ。バカなりにこれから何が来るかって話、20年前ですよ。20年前これから何が来るのかっていうのを考えて、その結果これからはネットが来るだろうと、まあ、ちょうどね IT バブルだったんですよ。ライブドア時価総額なんぼっていうね、堀江さんめちゃめちゃ出てましたよ。で IT バブルだったんですよ。まあそういう時期だったのもありがたいですよね。だからこれからインターネットだ。でちょうどライブドアブログとかブログで稼げるみたいな、アフィリエイトが稼げます、個人でも稼げますっていう情報もちょっと出てきてね、雑誌も本屋にそういうアフィリエイトで稼ぐっていう雑誌も出始めて、で僕はそのライブドアで年収1000万稼ぐみたいな雑誌買ったんですけど、でその時に僕が思ったのがこれからはネットだって思ったんですよ。でもしその時にそれを思ってなかったら今ないですよ、多分今ない。ありがとうございます。だからね、未来のことは僕考えた方がいいと思います。今後どうで、本当にチャット GTP とか AI の進化マジでやばいですからね。圧倒的にもうすごい進化ですよ。だから今後そのドライバーとかもね、もうなくなるみたいなの多分出てると思うんですけど、例えばタクシードライバーもね、もうなくなっていくとかね、もう全部自動運転とかね、近い将来なりますよ。長距離トラックとかね。だから今なんか飛行機とかね、飛行機知ってます？飛行機ってほぼもう自動運転なんですよ。大丈夫ですか？知ってます？飛行機ってパイロットいるじゃないですか。パイロットが手動でずっとやってるわけじゃないですよ。今の飛行機ほぼ全自動ね。ただそこにパイロットが人の命預かってるから、パイロットいないとちょっとあれだよねっていうところでいるだけですよ。基本的に上がったらもう全自動です、今の飛行機って。知ってました？だぶっちゃけパイロットがいなくても多分いけると思います。ただパイロットなしで何百人の命をどうなのっていうところがあるんで、パイロット一応いるって話ですよね。機械も完璧じゃないんで、もし何か不具合が起こった時、その人間で対処、手動で逮捕するっていう話ですよね。でももう飛行機も全自動なんですよ、ほとんど。これ車もなりますからね。逆に言うともう常識が変わって、車は全自動の方が安全だよねっていう。だって人間が運転したらね、眠たくなるじゃないですか、よそ見するじゃないですか、携帯触るじゃないですか、危ないですよね。機械そのないですよ。だからそのうち新常識がね、手動運転の方が危ないよねっていう常識になってきますからね、こう間違いないです。だから運転する人は本当に物好き、僕みたいなスポーツカーとか運転86なんかミッションでガーってやるのが好きっていう人しか運転しなくなりますよ、本当に。今後ね、まあ、それがどのところでその分岐点があるか分かんないですけど、絶対なります、言い切ります、どっかでなります。僕が生きてる間になるかならないかはちょっと分かんないですけど、どっかでこの常識が変わります。手動で運転するのは危ないという常識に変わります。はい、これ変わります。なんかそういうこと考えないですか？考えない、考えよう、考えた方がいいですよ。だからどんどん変わっていっちゃうから、自分も変わらないと、対応していかないと。そう、まあそんな感じですね。今何分だ、結構熱く喋ったでしょ。18分か、まだもう周りですね。ちょっと唾液の分泌量が、いやー結構ね、一応連撮りですからね、連撮り。まあ2話目はねちょっとイージーミスですね。まあいいや。いやちょっとせっかくなんでね、自然をね映しましょうか。ほんとね、これ空気うまいですよ、ここ空気がうまい。こう池田湖ですね。あっちにねいい感じのなんか新しくできた道の駅的ななんかあるんですよ、カフェ店みたいな。そこなんかおしゃれですね。
インスタ映えしそうな。ここね綺麗ですよ、池田湖。よいしょ。結構、いたいたいた、カモ、カモ、カモがいました、カモが。ほら、結構透明じゃないですか。結構綺麗ですね。ほら。ほら、透明でしょ？綺麗でしょ？綺麗。カモがいました、カモが。いやー、見てください、この自然。もう絶対空気うまいでしょって話ですよね。絶対空気うまいですよ、こんなの。すいません、これが新しい働き方です。新しい働き方でございますよ、うん。でもね、これができるんですよ。デバイスも環境もあんだから。そう、まあ別にね、これ一眼ちょっと高いやつでやってますけど、まあ iPhone でもいいんで、全然いいですよ。で、顔出ししたくないんだったら顔出ししない方法もありますから。そう、1億いったね、25歳で1億いった子も顔出し1ミリもしてないですからね。ネットに顔出すこと多分彼は絶対ないですね。1ミリも顔出ししてないです。それでも1億です。いけます。そう、よいしょ。はい。で、その具体的にどうやって稼ぐのかに関しては、ドリームアカデミアの講義にめちゃめちゃ入ってますんで、コンテンツビジネスでこう稼ぐ上で 何やるのかってもうめちゃめちゃあるんで、大丈夫です。まあ、あとはね、やってほしいのは、やっぱサポートを利用してほしいなと思いますね。分かんないことだったらすぐ聞いてほしいなというところでございます。うん。まあ、僕がサポートやってますんで、僕本人がね。うん。いや、ちょっと、水分補給。いやね、東京でオープンカーはしんどいですよ、排ガスだから。東京でオープンカーはねきついですね。でもここの自然の中でこのオープンにして走ると本当に気持ちいいですね。めちゃくちゃ気持ちいい、最高ですね。だから最高の、なんか僕ね、なんだろうな、キャバクラとかそういうとこ行かないので、趣味ドライブなんですよ。で、趣味ドライブじゃないですか。で、趣味ドライブしながらこういう仕事もでき、なんかこういう撮影もできるんですよ。めっちゃ良くないですか。絵的にもいいしね、なんかいろんなとこ行った時に。だから僕ね、まだ GTR 乗ってる時に、この車でもね、北海道の宗谷岬行ったんですよ。この車でも北海道のてっぺんですね。北海道のてっぺんの宗谷岬行きましたけど、昔 GTR 乗ってる時にもう北海道の宗谷岬行ったんでしょ。で、宗谷岬って一番トップなてっぺんなんだけど、フリー Wi-Fi あったし。で、そこでも動画撮って、僕なんだ、クロージングしてましたからね。宗谷岬で。宗谷岬でセールスしてましたよ。多分いねえと思うんですけどね。そういう岬でセールするやつだからいないと思うんですけど。いや、どこでもできるからね。本当に。マジで。うん。だから僕がもう声を大にして言いたいのは、鹿児島来て稼げるようになってね、鹿児島本当いいんで。だからこの一眼レフでね、結構その、一眼レフで撮るときは結構ちょっと景色を選んで撮ろうかなと思ってね。はい、外にあんまこれ持って行ってなかったんで、今まで。今後はちょっとこのせっかく綺麗な映像撮れますので、鹿児島の魅力をお伝えしながらセールスしていくっていうね。そう、だから僕もね、じゃあ今日どこ行こうかなみたいな話ですよね。今日どこで撮影しようかなみたいな。でもね、結構ね、1話目はね、ナイスポイントでしたね。伝説で竜宮であれか、しかもこの開門岳って縁起がいいんですよ。縁起がいいんですよ、開門岳。なんか開くみたいな話ですよ。まあ、あそこでね、山で、猫をね、保護したんですけど。いやー、伝説ですよ。伝説始めていきましょう。あなたの伝説を。いや、僕も伝説だと思うんですよね、ある意味。バイト、オートバックスの面接で、君アルバイトでも採用難しいよ、ごめんね、みたいな言われた僕が、今こんな感じでやってますから。ある意味伝説ですよね。しかもニートやっててね、引きこもりもしてた時期もありますし、そう、
で毎日パチ屋こう行くっていう生活してた時期もあるしね。そんな僕が今こんなことやってんだから伝説でしょ、どう考えても。そう、はい、ということで今何分だ、ちょっと2話目はしくりましたけど、まあ完璧を求めるなと。どんどん行きましょう。やり直せ、やり直し聞くからね別に。まあ僕は公開しますけど、僕は公開してると思いますけども、別に公開したくないんだったら公開しなくてもいいだろうし、別にその YouTube チャンネルも新しく作れるし、今まで作ったやつが微妙だったら全部非公開にすればいいだろうし、いくらでもできるんで。でもお店を構えたらいきなり、だから例えば焼肉屋をやるとするじゃないですか、いきなりラーメン屋にできます？これね、無理ですよ。無理じゃないですけど難しくないですか、いきなり焼肉屋やってていきなりラーメン屋やるみたいな。でもこれ情報発信だったらいくらでもできるんですよ。だからそのすするくんだ、ラーメンすするくんだ、すするってすする TV だ、すする TV100 万人ぐらい行ってるんですけど、すする TV ってまあラーメンのチャンネルなんですよ。だけど焼肉食ったりとかもしてるんですよ。どうですか、ラーメン屋がいきなり焼肉できないじゃないですか。でラーメンチャンネルで、ラーメンチャンネルだったとしてもいきなり焼肉食える、焼肉の食ってる情報発信できるんですよ。すごくないですか、これ。ラーメン屋やってたらいきなり焼肉屋はできないんですよ。でも情報発信だったら、ラーメンチャンネルだったとしてもいきなり焼肉食べに行くっていう動画情報発信はできるんですよ。これねすごいことですよ、マジで。マジで実はすごいことなんですけど、あんま気づいてない、あんま気づいてないですね。あんま気づいてないですよね。これ気づいてほしいんですけどね。だからいくらでもリカバリーなんか変更できるんで、しかもそこに費用かかんないでしょ。ラーメン屋が焼肉屋やろうと思ったら費用めちゃかかるでしょ、改装費とかね。どうですかね。いや、終わりますか。ちょっと僕も今日ね飯食ってないんですよ、腹減りました。今日バナナ2本ね、まあ大体いつも1日1食なんですけど腹減った。今何時だ、今多分ねもう5時ぐらいになってると思うんですけど、5時までバナナ2本ですよ。腹減りましたね、さすがに、さすがに腹減った。はい、ということで5月22日24時間限定で、ドリームアカデミアトライアルコース1期生の選考の受付をします。ドリームアカデミアトライアルコース選考1期生ですよ、1期生の選考受付しますので、ただし24時間限定なので、まだ裏メルマが登録されてない方はこの YouTube の下に裏メルマ入れておきますので登録しておいてください。はい、では終わりましょうか。またお会いしましょう。次はどこで撮ろうかな、ちょっと考えておきます。では。